くと言っていいほどベタつかなくて、こう肌がパッと明るくなる感じがあるので滑らかにつけられるので気に入って使っているアイテムです。皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回は素肌力アップできるつるんと肌になれる私が使っているスキンケアのご紹介をしたいと思います。私はお肌が結構乾燥肌なので、ちょっと刺激の強いものを使ってしまうとちょっとピリッとしたりとかそういう風になってしまうので、とにかくお肌に優しく、そしてちょっと保湿ができるものっていうものを結構選ぶようにしているんですけど、あまり油分が多いものとかも苦手だったりして、なのでちょっと軽くつけられてしっかりお肌にぐんぐんぐんと浸透してくれるものが好きなので、そういうアイテムを今回はご紹介したいと思います。まず一つ目で気に入ってるのが、じゃん、こちらのパンピューリのフェイストリートメントオイルなんですけど、私はオイルとかは結構お肌がベトベトってしちゃうのが苦手だったりとか、あと私の肌質的にちょっとベトベトしたものは合わなかったりするんですけど、このオイルはすっごく、もうなんだろう、オイルなのに全くと言っていいほどベタつかなくて、すごいさらっとお肌に浸透してくれる感じ。塗っていくとしっかりと中からなんか保湿してくれて、しっとり感はあるんですけど、けどこう触った時は全然ベタベタ感なくて、サラサラしっとりみたいな中からしっかりお肌をふっくらとさせてくれる感じがあって、それですごく気に入っているものです。でテクスチャーはオイルなんですけど、こうもう本当にサラサラってなる感じ、軽いですごく。でこうやって塗っていくと、もうこの時点で全然ベトベト感がなくて、どん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 浸透してくれている感じがもう塗ってすぐ分かります。ツヤツヤこんな感じで、そしてこの香りの方がジャスミンの香りで、それもすっごく優しい香りなので、こう塗ってる感じとかも癒されながらつけることができて、そこも気に入っています。でこのパンピューリのブランドは 100% オーガニックのブランドで、なのでお肌にも優しく安心して使えるっていうところも気に入っているところです。はい、そしてお気に入りのアイテム2つ目はこちらのスパトリートメントのリアルシーセーラムのエッセンスです。こちらはビタミン C の美容液って言われてるぐらいで、本当にビタミン C をお肌にしっかりと届けてくれるアイテムです。でこちらはビタミン C が入ってるので、すぐお肌につけてしまうと少し刺激があったりもするので、お化粧水をつけた後につけるのがおすすめです。でこれはこれもね、本当に乾燥肌の方とか、私的にはお肌をくすみが気になってる方とか、すごくお肌がパッと明るくなる感じがあるので、そういう方にもおすすめだし、ビタミン C の効果としてはシミ対策だったりとか、シワ予防だったりとか、あと毛穴対策とかにもいいので、そういうのに気になってる方にもおすすめしたいんですけど、これはオイルではないんですけど、もう本当にオイルぐらい、これもすごいしっとりしてくれて、私はねびっくりしたんですけど、なんかオイルかなと思うぐらい本当に最初つけた時はオイルみたいな感じで、あれ?と思ったんですけど、それはもうビタミン C が配合されてるから、それですごくしっとりしてくれるみたいで、本当にこれは使い心地がよくて、朝も夜も使えるくらいな感じのテクスチャーなので、私は最近化粧水の後に朝晩これを使っています。さっきのものよりかはこっちの方がもっとしっとりするかな、こんな感じなんですけど、こっちの方がとろーっとした感じがあって、今のだと結構多いかも、もっともっと少なく、もうちょんぐらいな感じでいいかも、使うときは。
はね、さっきのとまた全然違うんですけど、なんて言うんだろうな、なんかもうお肌がすっごい潤ってる感じあるし、このちょっとツヤが分かりますか、このツヤツヤってした感じはさっきのものよりもこっちの方がさらに出るかもしれないです。あとは美白ケアとかしたい方にもすごくおすすめで、私はちょっとなんかお肌明るくしたいなと思ったのでこちらを使っている感じです。これは使い始めてから数ヶ月経つんですけど、結構お肌の調子もいいし、なんか私のお肌の感じにも合ってて、特に私は乾燥肌っていうのもあるので、そういう乾燥とかにもすごくなんかいい感じ、乾燥がすごく気にならなくなったので、そういった意味でも気に入って使っています。はい、そして続いてはこちらの AFC プラセンタ検液です。これはもうすぐに効果を感じたいよって方にはすごくおすすめで、これは洗顔後のすぐに使っているんですけど、顔洗った後にこれをパーって塗ってから、その後にいつもの化粧水とか乳液美容液とかするんですけど、これもすぐにお肌にグングングンって入ってくれて、今回ご紹介してるのは本当にお肌にこう入ってくれる、グングン浸透してくれるのがすごく早いっていうところもポイントで、でこちらはプラセンタ原液でお肌にすごく張りだったりツヤを出してくれるので、そういうのが欲しいよっていう方にすごくおすすめしたいものです。これは、一番サラサラしててもう水みたいな感じ、もうサラサラサラっていう感じで、化粧水ぐらいな感じでもうつけられるぐらい軽くつけられるアイテムです。なので特に、ちょっとでもベタベタってするのが苦手な人とかそういう方はもうこれは全くベタベタ感もなくってお水みたいな感じでつけられるので、そういう方におすすめなのはこちらです。これはどんな季節にも本当に使いやすいので、年中使えるくらいの感じのテクスチャーで、あと肌質とかも選ばずに、油分が多い方とか乾燥が気になる方とか、どんなお肌にもすごく合うかなと思うので、一つ何かプラスで取り入れたいよっていう方におすすめしたいものです。これはもうねすぐ垂れちゃう、こんな感じでね、水っぽいんですよ、もうこういう感じ、今までと全然違うかなと思うんですけど、本当にこう化粧水みたいな感じで、すごくね乾燥した肌も潤ってくれる感じで軽くつけられます。この後のお化粧水美容液だったりの入りとかも良くしてくれる気がしてて、なのでこれを塗った後にパックしたりとか、そういうのも私的にはおすすめです。でこれはプラセンタのちょっと香りがちょっとだけ独特なので、すごくこっちと比べてすごくなんかいい香りっていう感じではないんですけど、けど本当にお肌の感じはすごく変わるし、さっきのこっちは塗った後にしっとりする感じなんですけど、こっちはね、なんだろうな、なんか滑らかというか、ちょっとこう触った時にこうざらつきとかもなくなる感じ、なんかツルツルツルって滑らかな感じになってくれるので、なんかそのどういうお肌になりたいかとか、どういう目的で使いたいかによってこう使い分けるのがいいかなと思います。私もねスキンケアを選ぶ時は季節によって変えてみたりとか、あとはその時のお肌の状態って本当にもう365日違うんじゃないかなって思うから、その時に合わせての使い分けをしてるので、いろいろ気になるアイテムをいくつか用意して、で今日はこれが合いそうだなとか、そういう感じで使ったりするのもおすすめしたいなって思います。はい、そして続いてはこちらのアクシージアのエッセンスシートの目元用のシートです。で目元用のシートなんですけど、これすごいんですよ、こんな感じでねピッピって取れるやつがついてるんですけど、中はこんな感じになっていて、
じゃん、一枚一枚こんな感じになってます。これをこう目にペタって貼って、反対もペタって貼る感じなんですけど、これが目だとしてこうやってペタッと貼るんですけど、もうね、潤いがすごすぎて、一枚一枚もうほんとしっかりとこう美容液成分がひたひたに浸っていて、これでね、こうパックして、目元をパックして10分15分ぐらい経ったら剥がすんですけど、もう本当にこうこれもツヤツヤで、やっぱ意外とね、目元って乾燥するんですよ。こんな感じです。やっぱり目元が乾燥していると、目ってこう人と話すときに目を見て話すじゃないですか。なので目はやっぱ生き生きしていた方がいいかなと思うので、目元のケアっていうのも大切にしてて、で私は目元用のアイクリームとかは結構使ってたんですけど、この目元用のシートがあるって知って、これはいいなと思って、でパックとかもそうですけど、結構水分をしっかりとお肌に入れてあげることによって乾燥とかも良くなっていったし、なんかクリームをたくさん塗りすぎるよりも、化粧水だったり水分をたくさんこう入れ込むスキンケアっていうのが私はすごく好きなので、なのでこのシートを最近は使ってケアしています。そして続いてはこちらのサンダルフォンのジェル状の美容液です。で最後のクリーム代わりとして使うのも全然いいかなって思うんですけど、それぐらいすごいしっとりしてて保湿もしてくれる感じで、中身はこんな感じです。で私は重ためのクリームよりかは、こういう重たいなら重めのジェルとかがすごく好きだったりもするので、これは使ってるんですけど、これは小顔効果のある美容ジェルとも言われていてすごくね、この血行促進もあって、お肌のこのマッサージをするときに使うのもすごくいいんですけど、私は日々こう夜とかクリームとか塗って、それでこう顔のマッサージとかするんですけど、そういうときにこのジェル状の美容液が本当にマッサージもしやすい感じで滑らかにつけられるので、気に入って使っているアイテムです。これはもうこんな感じでね、すごくトロッとしていて、伸びも本当にすごくいいです。で意外とこうみずみずしい感じに見えるので、なんかどんどん浸透しちゃって乾いていくんじゃないかなって感じに見えるんですけど、これは本当に保湿力も私的にはあって、もうねこうクリームを塗った時みたいにしっかりと保湿もしてくれます。でこれでこう顔のマッサージとかするときも滑りがいいので、こうマッサージとかもしっかりとできる感じになってます。あとは私は香りとかがやっぱ強いものは苦手なので、これは本当にすごい優しい香りで、ほとんど香りはもうしないぐらいなんですけど、優しく本当にふわっとフローラルの香りがして、でそれもなんかスキンケアの邪魔にならないというか、すごく優しくつけられるよっていうところも気に入って使ってます。はい、こんな感じで今回は私が素肌力をアップさせるために使っているスキンケアのご紹介をしました。どれも本当におすすめのものを、もうお家にもたくさんスキンケアいっぱいあるんですけど、私が最近気に入っているものを選抜しました。本当にどれも効果を感じる即効性もあって、でお肌の違いを感じられたなって思うアイテムです。でこれからね、花粉になってってお肌もこう敏感になってくる時期だと思うし、マスクっていうのもあるけど、季節の変わり目でお肌が敏感になってしまう方とかも多いかなって思うので、ぜひ気になるものがあればぜひ使ってみていただけたらなって思います。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。あとインスタグラムとツイッターもやってるので、そちらもぜひチェックしてみてください。では西川瑞希でした。バイバーイ。